こんばんは。ごめんなさい、ちょっとリンコと LINE をしてました。すまんの。ちょっとね、明日のハロウィンに関することを話してました。ちょっとごめん、リンコと一瞬だけ会話をさせてください。一瞬リンコと話させて。こんばんは。こんばんは。リンゴとる。こんばんは、ごめんなさい。やっほー、今日はチャートリ公演ありがとうございました。ツインテール今日人生で初めて公演でツインテールをしました。そういえば お話し会受付中。公演ありがとう、楽しかったです。てか公演終わってからメイク直しを一回もしてなくて、ちょっと今からメイク直しをしたいと思います。こんばんは。公演楽しかった。チャートリ公演5人でやったんですけど、なんかもう懐かしくて懐かしくてって言ったらサラピにMC の時に突っ込まれたけど、楽しかった、なんか新鮮で、ありがとうございました。今日は配信だからツインテールの姿を初めて見せるかも。今日はハロウィンの公演だったんで、最後はコスプレでお見送りをさせていただいたんですけど、どうでしたか皆さん、可愛かったでしょう。メイクさんに選んでもらいました、あの衣装は。まだ見てないよっていう方はぜひ見てください。メールで送りましたんで、また明日も送るので。猫メイド来ました。ピンク系の猫メイドを着ました。超やばい
やばい猫メイドが来た。ピンクの。触覚を切ったんですよ。だから新鮮な気持ちで公演ができますね。ツインテール似合ってるか似合ってないか分からんけど、まあ19歳最後の公演だったんでいいかなと思ってツインテールしました。まあ記念でしょ、記念で、記念ということで。ありがとう。明日はハロウィンイベントだし、 2days、 ハロウィン 2days 楽しみ。でも明日は会員の方限定のやつなんで、ちょっと限られてはしまうんですけど、すごい楽しみですな。明日会える方がいたらまたインスタの DM かなんかで連絡ください。そしたら見つけます。コスプレ、え、イクゴーかわいい、ありがとう。にゃんにゃん、それとかイクが一番かわいいよ。ありがとう。あれ気づいちゃいましたか。ミュークルの時何もしないけど、ずっけんありがとう。え、嬉しい、こちらこそ嬉しい。え、優しいな。優しい、お礼言ってくれた。そんなこと言ってくれて初めてよ。優しい、ありがとうございます。こちらこそ嬉しい。ずっけんやってよかった、そんなの。やってよかった。ずっけんほぼ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 無視されるんで、だってお礼言ってくれた人初めてだ。みんな他の子ばっか見てて無視しかされないからさ、お見送りのズッキュン嬉しい。なんかそうやってお礼言ってくれるのありがとう。こちらこそありがとうね。いやマジお見送りね、無視されがちなんですよ私マジで。隣同士がきつい、なんか隣同士が強いメンバーばっかだから無視されるんですけど、よく。だから嬉しいな、反応してくれるのが。ありがとう、こちらこそ楽しかったです。今日は公演が終わってサヤンとみなみさんと一緒にお祭りに行きました。なんか神社のお祭りしてて、秋のそのお祭りに行きました。楽しかった。そうサヤンと二人で行く約束しとったんやけど、サヤンが誘ってくれて、朝知らんくってサヤンが誘ってくれて、ほんでなんか急遽みなみさんも帰り石だったんで行くことになって楽しかった。こんばんは。明日東京リベンジャーズ行く。やば、殺されちゃう、怖い。東京リベンジャーズだった私、超真面目な人かマイキーが好き。マイキーか黒髪の真面目な、なんか超静かな人が好き。名前から同い年。それはもう押すしかないやん、押すしかないやんけ。運命やんけ、押してください。 STU48 2期生の宇都宮です。ちな、なっちゃん、なっちゃんと最近よく話すよ。よく話すよ。
受験生やったら手打ちは。ほんまに言った、言ったな言ったな。立ちなお見送りで逆のこと言えた。どういうこと？逆ってどういうこと？そんなことない、ほんま。キュリエンターの MC 暴走を目撃しました。わ、盛り上がりました。え、嬉しい。え、なんか本当にそれについてね話したいんですけど、みなみさんが帰りのあれが一緒で、帰りの移動が一緒で、それ急にさやとみなみさんと私一緒だったよ、3人。そしたらみなみさんが急にリネ、本当にリネがおるけん MC は成り立っとんねなんか言い始めて、え、なんですかみたいな、めっちゃ嬉しいみたいな。こっちはめっちゃ嬉しいし、そんなこと急に言われたら。でなんかみなみさんがめっちゃ褒めてくれて、もうみなみはリネたんの MC 大好きだ、大好きだよって、わーねーみたいな。え、急になんかすごい私いっぱい褒められて、本当に一緒に帰り移動した時のなんかめっちゃ急に褒められて、めっちゃ嬉しくて、私はもう号泣して、なんかもう心の中で大号泣して、なんかもう本当に幸せで、もうみなみさん大好きですみたいな。いや、こちらこそみなみさんがいなかったら、あの MC 成り立たないし、チャートリーの中で唯一扱い方がうまいなって思うのみなみさんなんで、もうみなみさんがいなかったら無理ですっていうお話をしました、みなみさんと。すごい急に褒められてめっちゃ嬉しくて、みなみさんもう本当にやばい、ズキュン、みなみさんにズキュン、楽しかった。姉ちゃんのピンク猫メイド目当てた、ほんまに。え、なんかあれさ、決めれんくって石尾さんに決めてもらったんよ。なんか自分じゃ選べなくてさ、猫ちゃん、なんか自分の衣装持ってこいって言われたけん、自分の衣装着るんかなと思ったら違って、なんか自分のコスプレ金ってなって、え、じゃあ何着ようってなって決めてなくて、猫ちゃんのメイドに、え、決めれんくってチャイナ着たでしたけど、選べんけん結局衣装さんに決めてもらったやつがリネちゃんピンクのイメージで、だからメイドになったらしい。嬉しい。アフタートーク見てくださった方は分かるかもしれんけど、チャートリーはあれ誰一人選んでなかったけど、スタジオはあれが争奪戦になったらしくって、結局シミサラが来たらしいんですけど、すごい人気だったらしいですよ。でもあんな結構ブリブリしてるじゃないですか、ブリブリしてるから、あんまみんなあれなんかなと思って、私は可愛いと思って来ましたよ。まつげ上げるの忘れてた。本当に楽しかった、本当に。そう、急遽ね、サヤンがね朝ね LINE して来てくれなかったらね、私気づかなかったからな、超ありがたい。こんばんは、こんばんは、石間太郎さん、 JT もこんばんは。薄メイク、え、今日めっちゃ濃いよ。今までメイクしてなかったから、え、めっちゃ濃いよメイク。あの、いつも通り濃いってわけじゃないけど、なんかメイクせずに4日間ぐらいさ、この4日間の配信ほぼメイクしなくてスピンでやってたから、あれかも。フードフェスティバルじゃなかったのね。フードフェスティバル行きたかった。でももう結構遅かったけんな、公演が終わってから。お邪魔でパンプキンありがとう、ハッピーハロウィン。あのシンプルに好き、ありがとう。こんばんは、こんばんは、可愛すぎじゃない。え、ありがとう、こんばんは。この間お見送りレンちゃんしか見てなかった、スタッフさんの足踏んづけて話してたマジで、え、大丈夫そう、え、で怪我してない、怪我してないいやもうそんな恥ずかしいっていうか心配ないけど、怪我してないか。こんばんは。レンちゃんの見送りの時の反応が毎回嬉しい。え、嬉しい、そんなこと言ってくれて。私マジで無視されるけんさ、お見送りほぼ、なんかそうやって言ってくれる人がおることによって、私はもう、私お見送り大好きなんですよ。で、一人一人にマジでありがとうって伝えてるのにマジで無視されるから、私も何のためになんか俺言ってんだろうとかって思ったりもしたことがあったの。だから嬉しいですって言ってくれる人がいたら、ちゃんと私のこと気づいてくれてるのねっていうありがとう。こんばんは。いつも急に褒められて、ツインかわいい、え、ありがとう。公園でね、人生で初めてツインテールした。
絶対に公演ではツインテールし一生しないって決めてたんですけど、19歳最後の公演だったんで、今日はあれをしました。20歳になっての初めての公演が落語なんですけど、落語だったらちょっとあれなんで、あのあれになりました、あの花だれが次の公演、しかも編み込んであるんですよこの三つ編み、あ、ツインテール。こんばんは。メンバーみんなに頼りにされてる。ほんまにありがたいよね、そうやって言ってくれるのが嬉しくない？優しい。こんばんは。今日リネタのサイン入りチケ当たりました。嬉しい。あの仮装したやつ、仮装したやつかな。サイン入りチケさ、私、ま、めっちゃ気合い入れとってさ、多分うつみりねのサイン入りチケ当たった方はわかるけど、ちょっとこれだけは自信があって、他のメンバーよりマジでいっぱい書いてるんで、マジお得なだと思う。だから頑張って当てて、リリのサイン。めっちゃ触りまくってるし、もうめっちゃ書いてるから、めっちゃ気合い入れてるんですよ。だから、可愛いやつだと思う。どれ当たっても。それなりね。こんばんは。俺のリネ、私さ、俺のリネって定型文に入れとったっけ？入れてない？私入れてなかったら嬉しいんやけど、俺のリネって、あ、入れとんか、入れとるけん、2人もコメントしたんか、俺のリネって。リンちゃんに似合う選んでくれたの。そう、逆とは3周年向け、違う、ずっとリンちゃんの話してたんだから。まあね、それはね、もう推しメンも分かりますから。いや、みんなが思ってる以上にさ、推しメンって推しって、あのマジで分かってるからね、言わないだけで知ってるから。そう、思ってることをバッて言われたんですよ。もうその時の自分が幸せだったらいいんですよ、正直。楽しかったらいいんだよ。怒られて嬉しい人もいるしね、推しから怒られてちょっと罪悪感感じてなんかやみそうっていう人もいるし、人それぞれ感覚は違うと思うんですけど、みんなはどっち？怒られる内容によるけどさ、なんかちょっと推し変したでしょブーみたいな、そういうなんか推し変しないでみたいな、もう最近他の子見てるでしょみたいな、あれやむせてたら、あの焦るとかじゃなくて普通に、いや、やむ、悲しい、罪悪感感じる。プリプリ。そう、サイアンと仲良し。サイアンとね、こんだけ仲いいのにね、あの世に広まってないのがね、おかしいんだよ。ベンジが取れた、星ありがとう。マルトモちゃん、パンプキンありがとう。パンプキンのソースイーツ食べたい、食べんけど、かわいい、笑顔かわいかった、ありがとう。南光さん、コウモリありがとう。やっとコウモリって言えた。めくり早足になったのマジ悔やんでる。めくりってさ、成功する人ってさ、なんかもうほぼアスリートくらいじゃない？大丈夫だよ、みんなそんなもんだよ。それを重ねて、あ、次はしっかり喋ろうとかって思ってるから。でもなんかこちら側からしたら全くそんな早いとかなくて、もうちょっとゆっくり話したかったなって思うから、また会いに来てください。またもっと顔見たいし。そう、見送り、見送りマジで一人一人に感謝してる私も。いや、本当に無視されるんですよマジで。もうマジ悲しいからね、私お見送り無視されがちなんだよ。なんかだいたい前から 1,2,3 人目とかだったりするんですけど、 この子見て、この子見て、他の子も、他の子見てるんですよみんな。りえちゃん推しさんはねちゃんと見てくれてるんですけど、なんかみんな、 なんか推し以外興味ないのかな、そんなもんなのかな。まあでも興味なくても私はありがとうって伝えてるから一方的に、まあいいんだけど。ちょっと悲しいかも。だからその分他の人とね目が合ったら嬉しいし、好
気が増す。まじめちゃんパンプキンありがとう。いやね、おめくりね、楽しいよね。ツアさんバラありがとう。予定先公開しよう、ありがとう。芋まつんさんありがとう。私芋食べたかった、芋食べたかった。手錠のやつ、あ、手錠のあれか、手錠のあれか、わかるよ、手錠のチキね。あ、じゃあ今日書いたやつだ、今日公演前に書いたよそれ。今日書いたからさ、それ実質同居してるやん今。持って帰ったなら家に、私と同居してるやん。ハハハハ、 MC 楽しみね、楽しみ、本当に MC 楽しみ。2回目だよね、すごいよね。これぐらい仲良くないですよ。ああね、了解。なんかちょっとみんなの取り扱い説明書欲しいかも。なんか人それぞれさ感覚違うからさ、この人にはどういう対応したらなんか選んだろうとかって思ってわかんないんですよ。例えばなんかちょっといじったらなんか辛くなったりする人もいるし、えーってみたいな辛くなったりする人もいるし、だからみんなの取り扱い説明書欲しい。なんかみんなの取り扱い説明書欲しい。リエちゃんインスタの DM で送ってくれてもいいんだよ、僕はこういう性格です僕はこういう性格ですって。お見合いじゃん、お見合いかよ。なんかさ今日お見送りの時にさ、途中なんか恋愛物語みたいな音楽流れチューンチューンみたいな、みたいな、途中さハロウィンの音楽じゃなくてさ、なんか恋愛リアリティショーみたいな、なんか恋愛の映画みたいな音楽流れ始めてさ、死ぬかと思った、おもろすぎて、チーンチンチンルーみたいな、もう死ぬかと思った。え、なんか恋愛ソング、恋愛のなんか始まった、なんかえっね、なんかちょっと音楽流れ始めて面白すぎて死ぬかと思った、えっみたいな。なんかね、おめくりの時初めあたりだった人だけ伝えておきます。お見送りなら早く長いとか、お見送りさ、なんかお見送りでも人によるかも。なんか本当に自分のペースっていう人は自分のペース、お見送りはスタッフさんにこうやってやられようが、なんかやっぱ粘る人は粘るって感じ。うん、どれだけ残せるかじゃない、もう見送り早いとかじゃなくて、もう粘る人は粘るから、まあみんな頑張ってください私たちはね本当に一人一人ねちゃんと顔見てるから、もう私たちはというか私は顔一人一人顔見てるから、あの本当に感謝してるし、早かろうが早くなかろうがちゃんと、あ、来てくれてありがとうって思ってるんだけど、みんなの多分悔いとかがあったりしたら、ちょっとそれは悔いを思わさせたくないから、また会おうね。クリスマスね、クリスマスライブあるよね、楽しみ。クリスマス今年クリスマス埋まったわ。じゃあ24と25、
24はあれだし、25はお話し会で、クリスマスみんな寂しくないよね。てか毎なんかさ、クリスマスってさ毎年あの予定入るじゃん、お仕事入るやん。だからさあのイベント、お仕事とかイベント入るやん。だからさなんかもう絶対確定してるやん、クリスマスにイベントない日なんてないし。次にさ毎年の1年のスケジュールにさ、クリスマスの日はさ2日間にもうイベントって書いておけばいいのにとかって思って話した、なんかサイアンとそう絶対にクリスマス開く時なんかなくない、正直。絶対に、そうよ。だからあの今年のクリスマスは寂しくないよ。毎年ね絶対イベント入るからね、寂しい思いさせないから。大丈夫よ。たっくん、コウモリありがとう。コウモリありがとう。嬉しい。ひさとお化けありがとう。君にささやいたお化けが出るぞ。TikTok 撮りてえな。ミュークリーの時は手伸ばせ。くらい近かったよ。まあね、まあでももうこの言葉聞き飽きたけど、コロナだからね。うん、100年後ぐらいや戻ってるっしょ、正直問題100年後ぐらいには戻ってるよ、うん、100年後ぐらいには戻ってるから100年ぐらい応援してください。そしたら多分戻ってるよ、元に。絶対戻ってる、ちょっとこれは言わせてもらいます。絶対戻ってるから、うん、でも100年後にさ100年後にはまた新しいウイルスが流行ってるかもしれない。ね、そうなんですよ。難しいですよね。人それぞれ違うから。こんばんは。100年後にもよろしく100年後にもよろしくな。南光さんパンプキンありがとう。うめえ、パンプキン、パンプキン、パンパンパン、ミザパンプキン、ダシンダシン、ハロウィン。100年後、え、てか100年後もさ、100年後って私何歳、119歳、今19歳プラス119歳ってこと。全然アイドルしてますね。そんな全然アイドルしてるやん。100年後この世にいません。え、なんでいないって確定すんのよ。いるでしょうが。100年後はりねちゃんと結婚して幸せになって寿命が伸びて100年生きてるって、生きてるっていうストーリーができ、あるでしょ。そんな、なんで死殺してんの自分のこと。100年後もアイドルしてますよ、私。119歳でもアイドルしてますよ。うん、多分一番可愛いと思うな、グループ内で。119歳でももう見た目19歳ですっていうぐらい可愛いと思う。
そうよ。お家楽しかったよ。なんか広島に来て夏祭りとかは行かなかったんですけど、秋祭りは誘われたら行くみたいな感じで、私知ら毎回知らないんですよ、いつそのお祭りがあるかっていうのも知らないんで、誘われて今日さやが朝誘ってくれて、もう行こうと思って嬉しかった。急遽決まった、ベビーカステラを食べました。だから今日一日何も食べずに我慢してお祭りに尽くした。今日はねベビーカステラを買って牛タンを食べました。チョコバナナも食べた。ベビーカステラは残ってるまだ、牛タンとチョコバナナ、ベビーカステラ5、6個、ハート型のこんな5、6個食べた。そうだからね、公園の時に喉乾きすぎて死ぬかと思った水が飲みしました。朝今日公園前にレッスンがあって1公演分戻ってきたんですよ。でリハーサルがあって2公演分で本番3公演分でしょ。めっちゃもう死にそうになって水がぶ飲みしました。楽しかった、美味しかった。明日は何の仮装するか秘密。ごく流行りの女の子、お尻の小さな女の子、こっちが。え、今日さ公園、今日さハロウィンだったけんか分からんけど、なんかお菓子が置いてあって公園のところにハッピーターンが置いてあってめっちゃテンション上がったっていうお話ストーリーにあげたと思うんですけど、マジで私ハッピーターンが置いてあったら絶対ストーリー撮ってるから、載せるの忘れてね、もう勝手に消えてたりするんだけど、ハッピーターンがあったら絶対ね撮ってる。ストーリーめっちゃ嬉しくて、ハッピーターン大好きだよ、もうずっと大好き、大好きだもんっていうエフェクトをね使ったよ今日インスタグラムの加工のやつ、ずっと大好きだよっていうギャルのエフェクトを使いました。いいでしょ、インスタ載せたらさ反応してくれるのめっちゃ嬉しい。なんかインスタメッセージ送ってくれるやん、インスタのストーリー反応してくれるのめっちゃ嬉しい。インスタの DM も送ってくれるの嬉しい。でもインスタの DM さ最近ストーリー以外全然来ないからちょっと寂しいな。なんかメンションとかしてくれしてほしい、もっとみんな全然待ってるよ。ふとし、かわいい、ありがとう。イエーイ、ふとしが一番かわいいよ。あれ気づいちゃいましたか？てん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 。そう、嬉しい。ハッピーターン、ハッピーターンのポーチもあるし、いいでしょ。インスタの DM はね、既読つけれないけどね、見てるよ。うん。そんなすぐに見てるわけじゃないけど、あの。うん、見てます。メンバーによると思うけど、わかんない。私は見てるから送って、だるがら見せてきて。チャンガーレータのサイン当たった。あ、マジで？え、何のやつだった？警察官のやつ2個書いたんよ、今日。もし警察官のやつだったら今日書いたよ。その、さっき警察官のやつ1個当たったって聞いてから。もう1個のやつ。それかまだ違うやつか。またそのこの前レッスンだった時にちゃんがら送ったよ、ちゃんがら書いたからね、私 4枚ぐらい。 UNS でも送りた。あ、じゃあ
3日前ぐらいのレッスンの時かな、なんかレッスンの時に書いたやつだめっちゃ気合い入れたやつ、超かわいいやつ、絶対そうだよ。かわいかった、かわいいでしょ、チャンガラのチェキかわいいでしょ、かわいいやつ選んでるからね、チャンガラのチェキは、チャンガラのかわいいと思うよ、大事にしてな、あの恨んといてな、メルカリでメルカリとかで恨んでな、うん、譲られるつもりになくないから、ちょっと大事にしてな。だからこれからで、あのそれでチェキご飯食べて一緒に、私とうつむりのあのお宅した時はそれで一緒にご飯食べてあげて、うん、よろしく。え、本当にダルガラ見してきてね、返信もできないし既読もつけれないけど、メンションとかしてくれたら見てるから、嬉しい。チェキマジで気合い入れてる、チェキ大好き、チェキデコるの大好きなの自分。ねえねえねえ、私の一番可愛いところに気づいてる、そんな君が一番すごいすごいよ、すごすぎる、そして君が知ってる私が一番可愛いの、私もそれに気づいた、だからそれ可愛い、それ可愛いなんて言わないで、私が TikTok 撮りたいな。テン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 、リアル行ってみようかな。え、来てよ、話したいんだけど話したいんだけどってお話、会いに行こうかなって言われて、こんといてとかっていう人なかなかおらんと思うけん、あの 人によるけど、分からんけどね、私は絶対そんなこんといてとかって言わないから、会いに来て、嬉しい、会いに行けないし、自分から会いに来てほしい、嬉しい、きっかけ、話せるきっかけ作ろうとしてくれてるの、話したいんだけどっていうお話、私は来ていいよ、いつも待ってるからね。でも今年死んじゃったらあれだ、今年死んだらもう会えないから、今年のリアルお話、次のリアルお話から会いに来て、私がもし今年死んで来年いなかったら、あの喋れないから会える時に会いに来てください気になってるなら、待ってるから、こんといてそんなことがあれ言わんよ、なんか急にさ、なんか殴りかかってきたりしたらもうさやめてとかってなるかもしれんけどさ、そんな会いに来るかなって言ってくれた人に対してこんといてとかって言わんけん、大丈夫や、うん、大事、めっちゃ大事、本当に嬉しい、マジで幸せ、ありがとうって思う。そうそうそう、119歳はまたアイドルなんで、でもちょっと分からんじゃん、いつ何があるか、だから会いに来てほしい。行ってみよう。おいで。おいで。待ってるから。ね、本当にみんなドルグロ見せてきてね。待ってるから。返信できないし、記録もつけれないんですけど。私あの誰がらにされるの好きなんで、来
プに誰絡みするから誰絡みされるの好きなんでいっぱい誰絡みしてきて。なんかでも本当に毎本当に欠かさない日がないぐらい毎日毎朝おはようと夜寝る前におやすみを送ってきてくださる方がいるんですよ。いやマジですげえと思う。本当に続けて夜続くなと思って、絶対になんかおやすみヤッホーレンタンおはようレンタンヤッホーレンタンおやすみ絶対送ってきてくださる方がいるんですよ。すごいマジでもうめっちゃね嬉しい。なんかもうでも逆にそれがないとなんかもう本当にえって感じだから、なんか本当にね忘れられなくなるから、みんなそれやってよ、もっと嬉しいから私。うん、いや本当にすごいよね、なんかない日がないぐらいね、本当にねこれ持ってないですよ毎日本当に。いやめっちゃ嬉しい。だからもう本当にもう毎日何かしらしてくれてたらなんか覚えるかも。あんまなんて言うんだろう、あんまりりえちゃんに会えないっていう方とかも、現場行けないっていう方とか毎日なんかしてくれてたら覚えるかもしれんと、自分の中に入ってくる自分の中に入ってくる、なんかもう嬉しい。なんかそれが生活の一番になってるかも。私の日課は毎日、私これは日課なんですけど、ねむねむにゃんこが1位になるかっていうのは絶対見るんですよ。ツイートした瞬間に見て1位になるかっていう、ただの自己満、自分の自己満のルーティーンがあって、それだけは欠かせない。ねむねむにゃんこが私のルーティーンだから、それを見て1位ね誰だろうって言って、えおーすげえみたいな、あ初めて1位ねすげえとか、あ今日もすげえとかって思ったりしたの。言ったりはしないけど、だからなんか日課があるから、私もなんか私にその生活の一部として、私に毎日 DM 送ってくれてるんだと思ったらすごい優しいなと思って、嬉しい。なんかなんかみんなの生活の一部になれたら嬉しいし、なんか今こうやって配信してるけど、この配信も見てくれてるってことは生活の一部になれてるってことだし、嬉しいっすね。みんなの大事な時間を私にかけてくれてるんだと思うと嬉しいっすね。はい、そうですね、すごいですよね。そうそうそう、でも本当になんか個人的な話になるからさ、あんまりこういう話はしないけど、あのマジで毎日なんか言ってくれてるのはありがたいなと思う。ありがたいっていうか、なんか普通に嬉しいかも。うん、いや本当にこんばんは、ありがとう来てくれて。俺なりねこんばんは。それ定型文にしとんか、私やっぱ自分定型文にしとんやん、嬉しいな。俺なりね定型文にしとるわ。いい、うま。だるまありがとう。だるまありがとう。バラもありがとう。指輪と交換しよう。ありがとう。パンプキンありがとう。おいしい。ありがとう。俺のリネ。そうだよ。みんなのリネだよ。
フラーかわいいなとかと思いながら見てる。なんかもう冬来るし、冬来るっていうかもう冬なんですけど冬なんですけどね、なんかそいつとか新しい服欲しいなってことで見てるんですけど、もう選べない、可愛い服が多すぎてもう選べない、無理、選べないよ、選べるわけがないじゃない今日おてっちゃんハートありがとう、あぶズッキュンえドキドキした、ドキドキせんかこんなことでハートズッキュンありがとう、ズッキュン、私ズッキュンお話し会言えないけど俺乗りね、お話し会だよ言ってよ私本当に好き、もう本当に好きとかって言われて嫌な気持ちになんないから、もうマジ嬉しいからね、姉ちゃん大好きってかもう本当に、あ頭おかしくなっていいよもう本当え、なんでなんでさ言えないの、逆に本人目の前にしたら恥ずかしくなるの、みんなって、みんなって本人目の前にしたら恥ずかしくなる、俺のりねー可愛すぎじゃるがいな、シンプルに好きいっぱいつけてる、いっぱい定型文入れとるなエディオンフォーラー後ろ、え、なんかさ、なんかみんなどれぐらいのどれぐらいの近さで見とんだろうと思って、一席一席今日座ってさ本番前あのリハーサルの時に見たんよ、だからねすごいね近いって思った、近いって思った、今日ちなみに私が座ってたところりんちゃんおじさん座ってたからねえそこ私が座ってたところだって思いながらりんちゃんおじさんにレス送ってた、だからこの中で今日配信来てくれて、配信じゃない今日配信って最低今日公演来てくれて、座自分の席に座ってた人はもうみんな席座ってたけど、もしかしたらリネちゃんが座ってた席かもよ、それ前から後ろ全部座ったんで、座って座って座って、えみんなえ近いと思った、私だから思ったんですよ、最前座っててこんな近さで私たちのこと見てくれたんだと思ったらゲロさんになって近すぎて、こんなんドキドキするわと思って、しなくない、もうもうこっちもドキドキしたもん、で自分今日なんか8人いたから半分半分だったんですよ、でなんか自分の出ない曲の時は最前で見てたら南さんが出るすくれて、はぁーってなって、みんなこんな気持ちなんだと思いました、もう死にそうになった、嬉しすぎて、なんか普通に見てたら急に目やってバイバイとかされて、でもう本当嬉しすぎて、もうキャーってなってって繰り返したそう幸せだったよ、みんなみんなこんな気持ちなんだなと思って今日生誕って届いた、生誕祭申し込みました、え、ありがとう、嬉しい、マジでもう超嬉しい、生誕T ね可愛い、生誕T さ、なんか実物見てないけどなんか姉ちゃんおじさんがリポメール送ってくれたって可愛かったなと思って、コエンで目合ってちょっと照れます、コエンでね目合ったら私も照れるからこんばんは、こんばんは、たら幸せになれる人だな、え、マジで、え、私もう幸せなんやけど、話してるコメントして話してる話してる時点で幸せなんやけど、こっちめっちゃ幸せなんですけど、私一方的に幸せになってるけど、そうやって思ってくれてるなら余計に幸せになったし、お互い超ビンビンじゃね、なんほんまに嬉しい、本当にドキドキするよやっぱ、私ハートありがとう、キュンチキュンチキュン
最善やばいなと思った。でもエディオン見やすい、一番後ろでも超見やすかったもん。なんか本当に前後ろ全部座っててめっちゃ見やすいと思って、最善は近すぎる、逆に近すぎてなんかもうおーってなる。後ろの方はもう近いし全体的に見れるって感じ。なんかどの席座ってもなんか幸せ。私がもしボブにしたら、私もそれに気づいた。だからそれかわいい、あれかわいい。てるの。セタンティ、私も見なきゃ。セタンティ。セタン当日に着ようかな、私それ。セタン祭当日にそれ着ようかな、リハーサル。超幸せな人間になります。それで超幸せな人間になるけんです。それで生誕祭当日に来て超幸せな人間になるけん、生誕本人感を出していく、堂々と今日誕生日っていう。生誕祭楽しみ。11月17日木曜日、平日なんで土平日にあります。なのですごい来てほしい。いやマジ平日ってもう大変かもしれないけど、もし会えそうな方がいればぜひ待ってます。生誕祭の時になんかサプライズあるかも、もしかしたらあの 私からのね、私からのサプライズが何かあるかも。今日さ、なんかすごい可愛いなと思ったことがあって、なんか公演の時になんかめっちゃノリノリだった。あんな方がいて可愛かった。りんちゃんおじさんあった。
なんかもうなんかなんて言うんだろう、なんか多分始まった瞬間とか、あーどうせ僕のこと見てくれてないだろうなとかっていろんなファンの方思ってるかもしれないけど、マジで結構いろいろ見渡してるから、マジで本当にすごい可愛いなと思って、なんかにこやかになった普通に「え可愛い」と思ってしまった。なんかもうめっちゃ怖かったノリノリで、なんかノリノリでなんかライブ楽しんでくれたら頑張ってよかったと思うし、なんかすごいやりがいを感じるな、すごい可愛いなと思って、こっち側もテンション上がる。なんか僕は可愛い、ありがとう、ちゃんとだけ喜ば一番可愛いよ。イエス、ノリノリにゃんこ有給取ります、え、ありがとう。じゃあその代わりの穴は私が埋めとくね。2022年の11月17日はりねちゃんと過ごす特別な記念日になるね。じゃあまだ公園来たことないってさっきコメントで言ってたから、そんな記念日やん、シンス2022 11月7日。彼女おるから女絡みいらん。のよくあるやつ、ヤンキーとかよくやってる、ギャルラフィーとかやりがちな、シンス2022 11月17日。彼女おるから女絡みやらん、彼女おるから女絡みやらんって、彼女って女やし、女も女やし、リネおるから女絡みいらんって書いてよプロフィールに。ハートありがとう、ラブ。生誕ティーも来たし、生誕さん当たりますように。え、当たってほしい、生誕さん当たり、大丈夫大丈夫とか言って、当たらんかったらあの正気じゃないけど絶対来てほしい、りねちゃんおじさん、でもりねちゃんおじさんじゃなくても本当にもう来てくれる人、みんな応募してくれてる方みんな当たるように願ってるから、ぜひ待ってます。会社で腹痛起こすよって、マジもうセロガン持っていくわセロ、じゃあもしセロガンこれ飲んでくださいって言われたらどうする、その代わり働いてくださいって言われたらどうする。ハロウィンナイトコウモリの振り付けが印象的、確かに、会社腹痛、会社で腹痛を起こす人多くね、大丈夫そう、俺セイロガン飲む、うちの家セイロガンめっちゃあるよ、あげるよ。プロフィールに、そう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 ね、こんばんは、ありがとう来てくれて、日本から女が誕生日、え、なんかさ、てか聞いてほしい、今年さ11月5日さ誕生日やん私の、え、なんかどうしよう、その日落語やんで、落語が何時に終わるか分からんけんさ、え、これ聞きたかったんやけど、なんか誕生日今年から11月4日の夜に配信して年越し配信ができるらしいんよ、11月5日の誕生日のなんか深夜に配信してもよくて、え、マジどうしようと思ってる、11月7日にの夜に配信して11月5日の0時とかになんかおめでとうっていう配信ができるんですよ、今年ショールームがそういう、そう24時間できるようになってて、なんか落語とかもあるしどうしようと思ってて超悩み中、しかもどうなるんだろう落語、
落語あるから夜にやって次の日のに影響あったら困るなと思って、なんか悩み中、なんか誕生日だからあんま区切りつけたくなくて、やるんだったら一回の配信をやるんだったら長めにしたいから、なんか何回も分けたくないからめっちゃ悩んでて、どうしようって感じ、どうしようって感じなんですけど、どうしようって感じなんだけど、誕生日で、そうなんよ、絶対そうやん。でけんさ、落語が何時に終わるか分からんけん、落語終わってからで着いてからなんか配信した方がええんかなとかと思って、超悩み中、多分前日次の日に落語が初めての初日があるから、落語の緊張してドキドキしそうだから、落語終わってから配信することにします。やべえ、ねむねむにゃんこや、マジで普通にねむねむにゃんこやばい、久々に結構ねむねむにゃんこかも。ねむねむにゃんこじゃけど、みんなはって言ってる時はそんな眠くないんですよ、ここだけの話、みんなはって言った後が大体眠くなるから結構やばいかも。まあ今日公演だったしね、眠いわね。明日何時集合だったっけ、明日のスケジュールでも見ましょうか。業務いや、明日楽しみになってきた。おもろそう。MC の台本見ちゃった。あ、やばい、寝てた。寝落ちしてた。一瞬ごめん、ちょっと一瞬寝落ちしてた。
かった。おー危ない危ない危ない、一瞬 寝そうになってた一瞬寝そうになってた。 MC の台本見たら、なんか STU のメンバーが集まるっていうのが嬉しい。なんかカラオケ大会も楽しみやけど、なんかメンバーが全員集まってっていうのが嬉しい。なんかなんか私思ったのが、なんかマジメンバーって家族やなって感じて、だから全員揃ったらなんか嬉しい。え、死ぬそう、メンバーって家族、なんかファンの方も家族だしメンバーも家族。あーなんか逆にファンの方は私の息子とかあの娘私はファンの方の親でメンバーは家族かなな。ぜかというと、なぜかというとっていう、あの小学生みたいな感じ。なぜかというと、あのみんな可愛いからみんな可愛いから、あのファンの方たちは娘息子で、私の父と母たちはメンバー、運営さんはおばあちゃんとおじいちゃん、めっちゃ偉い、めっちゃ偉いおばあちゃんとおじいちゃんで、メンバーが家族で、私の妹と弟がみんなみんな来てくれて可愛い、ありがとう。せつくるタルトが一番可愛いよ、ありがとう。そうそうそうみんな娘みんな娘、みんな娘だよ。ピンの目さ、ここに1本だけついとった気がするよね。今日さ、あれなんかね、お姉ちゃんが前な、なんか一番上のお姉ちゃんがなんかハーゲンダッツのなんかギフトのやつ無料でくれて、無料になるやつ1個くれて、なんかプレゼントとか急に LINE のギフトとかなんかで、それの交換してきて、ローソンでハーゲンダッツのマカダミア味交換してきた。まだ食べてない、冷凍させとる。優しい。そう、ハーゲンダッツのギフト券無料の1個、無料のやつくれた。なんかいつもお疲れ様って、なんかめっちゃしんどかった時があって、もう無理みたいな相談したらお姉ちゃんがくれた言うて、そうだから、それが今月の30日までとか31前だったけん交換してきた。危ねえと思って、無駄にするとこやった。そうそうそう、なんか真ん中のお姉ちゃんとはね結構ね話す、一番上のお姉ちゃんと最近ちょっと話してないから話したいな。おでつハートありがとう、ラブー。
あゆりでりでラーメンのクーポン、え、いいの、え、油そばもしかして違う。ラーメンいいな、私あれ食べてみたい、なんかあの豚油増し増しみたいな、油増し増し、あー肉油そば増し増しみたいな、背脂にんにく野菜、いやあの注文してみたい、野菜背脂にんにく麺麺麺普通、背脂にんにく、あ野菜豚野菜ってカタカナのおもろくない、ひらがなじゃないんで、野菜ってカタカナなんでおもろくない、辛め、あそう辛め辛め辛め野菜油野菜油辛め野菜油豚マシマシの辛めとかって注文してみたい、うん、あそう二郎系ラーメン食べてみたい、なんか家系ラーメンは食べたんよ、食べたことあるんよ家系ラーメンさめっちゃ濃くね、私あんだけ濃いラーメン食べたの初めてかも人生で、なんかもう濃すぎて、なんか私ラーメンとご飯一緒に食べないんですけど、なんか家系、あ家系じゃない、家系ラーメン食べるときにご飯絶対みんな頼んでるじゃないですか、ご飯頼む理由が分かった気がする、でも私マジですぐお腹いっぱいになるんですよ、だから家系ラーメンマジで半、なんかもう多分ご飯とか頼んだったらもうほぼ麺食べれんけんさ頼まんのやけど、めっちゃ味濃くて水の減りがやべえそう、え、そう濃い、マジで濃いから味がマジ塩辛いやん、だからもうなんか油のギトギト感というか、なんかもう鶏なんかなんて言うんだろうね、やばいよね、とりあえずなんか家系ラーメンってなんかビジュアルさそんな濃くないねんからさ、なんか食べたらめっちゃなんか濃すぎてびっくりしてなんか海苔が美味しくて、家系ラーメンに入ってる海苔がなんか油とスープ、濃いスープが絡まって、あのし、あの乾燥しちゃった海苔が濡れた海苔になるんですよ、めっちゃ美味しくて、海苔が美味しい、私家系ラーメンの何が好きって海苔、ラーメンに合う海苔ってなかなかじゃないんじゃないですか、でも家系ラーメンって海苔めっちゃ合うんですよ、天下一品のこってりはびっくりせんかったかも、天下一品の普通のやつ、えこれみたいな、なんか天下一品はさ、なんかスープじゃないよなあれあれスープじゃない、なんかもうなんかすげえって感じだ、ほうれん草ね、野菜とかないと無理かも、こんばんは、やっほー、この前福岡行ったのにラーメン食べるの忘れた、えマジでいいな、えもしかしてあの豚骨のラーメン、二郎系ラーメン、二郎系ラーメン食べたい、この間りえちゃんが食べてた味噌ラーメン食べに行った、えあれあの長谷川ラーメン、長谷川さん、え、いいよね、なんかさ長谷川さんは二郎系ラーメンではないけど野菜とかが結構いっぱい乗っとるけん二郎っぽい味噌ラーメン、背脂味噌辛めとかって言ってみたいもん辛めって言ってみたいの、私はとにかく辛めって言いたい、辛め野菜マシマシっていうワードだけ言いたいかも、でもそんなこと言ったら絶対食べきれないもん、あの暗黙の了解みたいな空間がちょっと怖い、初め初心者殺しの店じゃね二郎系ラーメンって正直問題、だって初めて行った人なんか分からんやろ、あの字も分からんもん、ね、それがあるけん行きづらいっていうのもあるかも、若干二郎系ラーメンなんか呪文がなんか初心者殺しすぎて難しい、でけん家系ラーメン、あ、二郎系ラーメン行くときは2の人と行きたいですね、
ーメン食べたくなってきた。食べて帰るかな。食べな。寒いし風邪ひいたら困るから。てか今日ラーメン食べて帰る。今日うちでラーメン食べて帰る。これ韓国語、これ韓国ドラマによくあるシチュエーションなんですけど、ちょっと分かる人には分かると思う。あ、今日うちでラーメン食べて帰らない。これ多分分かる人には分かる。韓国ドラマとかだ。そうそう、多分韓国人の人だったら分かるかも。韓国ドラマとかよく見る人だったら。普通のセリフだけど、多分韓国 K-POP 好きな子とか聞いたらやばいと思う。でも韓国人は実際こういうセリフを使わないし、でも韓国ドラマとかであるけん私は使ってる。日本人だからもう使っても許されてしまった。あ、今日うちでラーメン食べて帰らない、食べていかないとか。多分調べたら分かると思いますよ。まあ検索した頃にはね、リネちゃんにメロメロになってるでしょう。死ぬ。今日うちでラーメン食べて帰らない。え、いいよ。え、ラーメンさ食べに行かなくていいからさ、うちラーメン食べてよ。うちラーメン食べてよ。家の近くに二郎系の名店があるから時々鍋持ってって言って鍋二郎します。やばい、最高すぎる。何その幸せ。なんかいいな。家賃払うけん一緒に住ませてもらってもいいか。え、羨ましすぎる。あの、家賃半分だけ払うけん一緒に住ませて。幸せすぎるだろ。鍋鍋二郎ってやばくない？鍋二郎って美味しい。もうなんか普通のラーメンより魅力的に感じてきて、こう鍋っていいな。あのシンプルに好き。やっほー。私もシンプルに好き。ラーメンごちそうして。え、いいよ。でもラーメンおごってあげるけど利子つけるよ。利子つけるよ。全然おごってあげるよその時は。でも利子つけて返してもらうよ後から。おごってよ逆に。利子つけて返してもらうから。4トンで言われたら死ぬやつ。いやマジやばいよね。じゃあ私が4トンで言ってあげるよ。じゃあ今度の4トンの時言ってあげる。私がやばい死ぬ。想像したら家賃にやるさげた。え、本当になったさ。だって、え、なんか今日お部屋の中で1匹なんか虫見つけて家賃払えって思ったもん。いい具合にしてと思って。本当にやめてほしい、うん、あのシンプルに好き。私も好き、シンプルに。リネ、ジローとか結構好きなの？私はね、なんか私か、なんかラーメンとか好きで、なんかでもジローとかはあんま食べてることないけん分からんけど、まあ、たくまのことは好きかな。まあ、たくまのことが好きかな。ラーメンとかよくわかんないから。鍋汁をすると後でスープの雑炊絶対美味しいよ。やばいよ、マジで美味しいと思う。食べたい。レンタン鍋食べたい、マジで。いや、私一人暮らししとるけんさ、この前お味噌汁作ったんやけど全然一向に減らん、マジで。やっぱ一人暮らしはね、作りすぎちゃうんですよ。だからって少ししか作れなかったらすぐなくなるし、結構難しい、うん、あのシンプルに好き。え、私もだよ。
終点宣言とか楽できるようになった。ええー、嬉しい、マジで。うん、超楽しみにするけん。それはやばい。え、もう絶対、もう幸せになろうな。幸せになろうな、マジで。幸せになろうな、もう。それは嬉しすぎる。素敵で、もう嬉しい。ありがとう。美味しいもの、美味しいもの食べさせて、本当お願い、お願い。美味しいもの食べさせて。逆に私におごってほしい人挙手、美味しい食べ物をおごってほしい人挙手してください。そしたら、あ、秘密にしこ、おごってほしい人挙手。あと今日急になんですけど、私今日初めて、人生初めて公園でツインテールをしました。ツインテールは絶対しないって決めてたけど、19歳最後の公演だったんですよ。誕生日前を迎える、だからツインテールをしました。あと8分で配信が終わっちゃうんですけど、12時来てしっかり見ておいてください、私のこと。おごってほしい人は、私が利子つけて、利子つけて返してもらいます。でも利子つけて返すってことは、まだその分私と話せるってことだからね。なぜかというと、返すときに会話ができるから、私は会えるきっかけを作ってるんだよ、ね、そこまで考えてるんだ。トミーさん、タコありがとう。タコ、トミーさん、タコありがとう。4トンショールームでも家賃発生します？いや、絶対に発生させない。ここにねいる人はね、もう無料だから、もう無料会員ですよ。無料会員しな、無料会員しな、無料会員しなんだけど、この司会で確認させていただきます。分かった、もうそれだったらもうこのシーンは分からない。会話いっぱいしましょう。私におごってほしい人がいっぱいいるんで言わせていただきますね。まあさっき言ったけど、リスつけて返してもらいますね。それでもその分また話せるきっかけを作ったんで。あ、そうだ、おごるとかの以前に、私がおごるとか以前にさ、私がさあれすればいいんだよ、私がラーメン作ってあげたらいいんだよ。今度うちラーメン食べていかないって言えばいいんだよ。おごってほしい人じゃなくて、今度うちラーメン食べていかないって言えばいいんだよ。私がおごるとかじゃなくて、よろしく。あと5分だ。まあね、そのラーメンはね、あれプルダックンポックムヨンっていうの超辛い激辛ラーメンなんですけど。今度うちラーメン食べていかないっていう言葉に甘えて釣られてやってきた、今見てるあのキッズたちは地獄を見る羽目になるからな。え、なんだろう、ワクワク、りえちゃんのお家、え、ラーメンやばい、もしかしてあのセリフと思いきや、いざ提供されたラーメンはプルダックンポッコミョンとか辛ラーメンとか、あのガチのデスソースとかのガチの辛いラーメンで、って釣られた、釣られた。並べほんまに。ハロウィン、今日の1位、紅鮭タルト。
てん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 。パンダの絵描こうかな。じゃあ13位から読んでいきます。13位日立3号さんありがとう。12位小石瀬カープありがとう。11位特林ありがとう。10位ハルチありがとう。9位昼休みありがとう。7位68位おじゃまるありがとう。7位雪メロディありがとう。6位スーさんありがとう。5位佐藤くんありがとう。4位南光さんありがとう。3位松田さんありがとう。2位ロコポコ Thank you。 そして1位がドゥルルッパン紅鮭タルトです。ありがとうございます。イエーイナンバーワン公演ありがとう。また会おうね。ありがとう。ということで配信終わります。お疲れ様でした。いっぱい寝るんだぞ。明日会える方は気をつけてきてね。明日会えない方は明日も配信するのでぜひ待ってます。明日ってさ30日か。そうか。おやすみなさいリウム。ありがとうマジで。お疲れ様。STU48 2期生のリエンタンこと内海リエンでした。お話し会の URL がここに貼ってありますので、リエちゃんと会いたいよっていう方はぜひここから申し込んでくださいな。そして Twitter と Instagram もやっておりますのでぜひ待ってますよ。ありがとう。お疲れ様でした。イエイ。今日はね公園でね初めてツインテールをしたよっていう話を何回もしてるけど、だってあんまみんなツイッターについて触れてくれないのもじゃあおやすみ。あ、そしてインスタグラムとツイッターフォローお願いします。カラオケ行けないから悲しい。あ、配信するから大丈夫だよ。寂しい思いさせないよ。大丈夫。じゃあ夜待ってて。ラーメン作ってあげるから。ありがとうございます。ギフトもう終わっちゃうのにありがとね。お疲れ様。ギフトありがとう。誰もありがとう。じゃあお疲れさんでした。みんないっぱい寝てくださいな。チャイナ。じゃあまたな。明日は今日行ったお祭りの写真送りますね。そういえばメールで。じゃあお疲れさんチーム、おやすみなさい。ツイッターとインスタフォローお願いします。じゃあバイバーイ。